ママ。はい。今日のお昼ご飯は何？はい、今から冷やし中華作ります。はい。麺はね、これ業務スーパーの麺。こっちでやろうかなっていうのは、もう一個こっちでやるんで、極力ね、この鍋をちっちゃくした方が熱いんで熱い。夏のさ、麺で茹でるときってさ、熱くないですか？ね、茹でてる人わかると思うんですけど、それをね、少しでも少なくしたくてね、こっちでやります。はい。で、茹でてる間に、今ね、具は切ってあるんで、卵だけに焼こうかなと思ってます。私ね、あんまり卵焼きが得意じゃないんですけど、これは焼いた方がいいですよね。これだけやります。今ちょっと温まるのお待ちください。温まったので、薄い卵焼きみたいな感じでね、卵1個分ぐらいでできるやつで入れていきたいと思います。中に白だし、ちょっと入れました。何の味もないよりいいでしょ。どう？こんな感じで。うん、いい感じだね。ねえ、まだ白身が固まってないかな。でも固まるよね、これね。焦げちゃうから、火を止めて、これ。こうやって、これでいきます。はい、お、いい感じ。ほら、この対流の仕方いいね。あんまり大量させすぎると溢れちゃうからさ、幼虫出しといたんで、こんな感じでどうですかね。ではこれ切ります。で、熱いので牛乳パックの上で、いい感じ、ちょうどいいね。いつもね、切る向きを悩むんですけど、こっち向きでいいかな。ちょっと熱々なんでね、しばらくこれ置いとこう。冷やし中華なんで全然冷えなくなっちゃう。あったか中華になっちゃう。あったか中華ってラーメンじゃん、ね、似たような似たようなもんだね。だから他のものはさっきつゆとかもそうなんですけど、もうね、冷やして作ってあります。しばらくこれ置いときます。こっちもいい感じで、もうちょっとだね。はい、ちょうどいい感じだと思わない？ほら、麺がちょっと膨らんで、うん、ね、はい。ただね、締めるので少し多めに膨らんでてくれた方が、締めるとほらね、硬くなっちゃうからさ。うん、あ、大丈夫みたい。はい、うん、はい、はい、いきます。はい、ちょっと氷開けます。はい、閉めます、ね。はい、ちょっと水が切れるまでちょっと置いとこうか。うん、このままかな。入れます。このぐらいかね。うん、すいません、手でやっちゃいますけど、はい、これきゅうりね、1本分切ったのにこんなになっちゃう。うーんすごいね、ちょっと自分でびっくりしたの。こんなにあんの？全部いらないみたいなんで、この辺にしときますね。うん、カニカマごめんね、綺麗に塗ってなくて。大丈夫でしょ。錦糸卵っていうほど細かくはないんですけどね、私が切るとこんなもんです。で、なんだね、ハムがなかったんですよ。それで急遽考えたのが冷しゃぶ。これね、豚バラが残ってたんで、これをね、切って先にね、火通しときました。あれね、カニカマがあったから色合いはそんな悪くないかな。うん、いいと思う、ね。買い物メモリにハムって書くの忘れたらね、見事に本当に忘れちゃって、思い出す時もあるんだけど全然思い出さなかったかも。あ、じゃあおつゆ今出します。はい、はい、冷やしときました。で、冷やす時にごま油まだ入れてないんですよ。んなんか冷えたら固まっちゃうかなと思って、うん、油なしで一旦冷やしときました。これね、私が自分で作った、いつもとちょっと違う、ちょっとね、甘い。そうなんだ。そう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 、かけちゃってから後でごま油かけようかなと思って、うん、その方がいいね。うん、これで生姜も入れました。この時期いいでしょ。うん、こんな感じかな。ね、で、本当はね、混ぜるんでしょ、結構ごま油を上からかけます、こうやって。はい、はい、トマト飾り付けに。どう、はい、ちょっと見た目いいでしょ。いいね、ね、はい、完成。というわけで、本日のお昼ご飯、冷やし中華。もうね、こういうのがさっぱり食べられてね、いい時期になっちゃいましたね。ハムじゃなくて肉なのがちょっとうちでは珍しいです。はい、ではお試しください。はい、ありがとう。はい、それではいただきます。一応ね、具が盛りだくさんになっちゃって混ぜ混ぜできません。まあ今日はね、冷たいものなんで混ぜ混ぜする必要ないですね。好きに食べてもらいたいと思います。で、おつゆちょっとね、実は甘めです、これ。うちね、どっちかというと醤油が強いつゆを作ってたんですよ、今まで。けど、甘くしたら息子も食べてくれるんじゃないかなっていうことで、ちょっとお試ししました。息子くんね、冷やし中華のタレ嫌いなんですよ。だから普通にめんつゆかけちゃうのね。めんつゆ甘いもんね。うん、そうだけど、だんだん大人の味に近づけたくて、なんかないかなと思ったら砂糖多めに入れた方がいいかなと思ってちょっとやってみました。なので、いつもと違う。はい、うん、甘いね。
ね、甘いでしょ、うん、ちょっとね、あの、ドボってね、塊が入っちゃったので、ちょっと確かに甘いなと思って、これね、だいぶね、つい薄めたんだよ。そう、それでもいいと思って、ちょっとやってみた。少ししょっぱくても。大丈夫かね。うん。そうめんのつゆだと、甘いけど、ね、しょっぱいみたいな感じあるじゃん。そう。そうめんのつゆから作るのもありだったんだけど、今日使ってないんだよ。うん。そう、一からやってみたんで、ちょっと、いつもと違うかもしれないんで。でもまあ、美味しいよ。そっか、じゃあ、そうめんのつゆに、砂糖でもありか。ほんのちょっとだけ。で酢も入るからどうしても冷やし中華は、うん、そうだ ね、それで少しでも子供が食べられる味にしたいなと思って、うん、だんだんね暑くなってくると多分ねもうねほんとね食欲なくなってくると思うんでね、うん、あ、ほんと予想より甘かった。これだとパパあのからし入れてもいいかもしれない。あ、そうだね、からしとかラー油とかお好みで、ね、入れてもらっていいと思います。しゃぶしゃぶが合うかどうかなんですけどね。あれっちゃありですね。さっぱりとね。うん。あの、しゃぶしゃぶしないとダメかも。焼いたんだよりは。うん。うん。少しでも油を落として、あまり胃に重たくなく、ね、うん、食べられたら、ね、いいと思います。ちなみに今年初の冷やし中華でした。ママ。はーい。今日のお夕飯は何？はい、これから鶏ひき肉使います。はい。もも肉、胸肉、両方のひき肉、ね、使います。で、ちょっと足りなそうだったので、うん、追加してお肉をね、こちら普通のね、胸肉ともも肉を家で叩きました、うん、さっきダダダダと時間があるときにね、少しだからなんで予想よりちょっと食感が変わるかもしれない、うん、ひき肉のとこだったり叩きのとこだったり逆に言ってよく混ぜて置いた方がいいかなとは思ってます。これをね作ろうと思ったきっかけは、うん、この間のパパと息子と一緒に行った居酒屋、 あ、あの時に食べた鶏つくね、うん、あれをね少しあの似たように再現できないかなと、うん、美味しかったよね、美味しかったね。どうしたらいいのか、私鶏つくねってやってないなと思って、うん、ちょっと悩んで個人的にあのこの間作ったナゲット、うん、あれっぽくした方がいいのかなと思ったんですけど、あれの時は豆腐だったんで、うん、またちょっと違うんです。豆腐を入れないで肉をメインで作りたいんだよね、うん、あと気になったのは、うん、コリッとした食感は多分軟骨だったと思う。あ、だけどうちね残念ながら軟骨を買うことができなかったんですよ。でなんかいい方法ないかなと思ってちょっとお店の中うろうろして考えたのがこれ。これねレンコン、うん、レンコンの水煮なんですけど、こう入ってる時に角の方割れちゃったりとかするやつあるの。それを平出ししてこれチョッパーで切りました、うん、これをこうやってどうかなって代わりにならないかなというくらいの感覚でちょっとやってみたんですけど、ニラ入ってたよねあれね。ネギじゃないよね、ニラだよね。ニラだね。ね、ニラだったよね。だからニラを細かくしたの入れときますね。うん、で問題味付けなんだけど、うん、本当ね自分が食べた感覚じゃない。うん、ちょっと悩んでて、まあ塩コショウとマヨネーズと生姜かな。この間豆腐ナゲット作った時にマヨネーズ入れるとふわふわで美味しくなるって聞いたの。うん、あのコメントもらったのでもしかしたらこれもと思って。うん、そう思って今これマヨネーズ入れてみようかなと思います。こうやって、うん、ちょっと生姜があった方がもしかしたらつくないよね。そうと思ってちょっとね生姜吸ってる暇がなくてすいませんこれなんですけど、であと塩コショウか、うん、もうないんだっけ塩コショウ。この間ね買い忘れちゃったからね。あーくしゃみでしょこれ。えっしゅん、はい、すいません。でどうかなと思ってるんですけど、これ手で混ぜた方がいいかな。うん、手で混ぜた方がいいね。ちょっと待って、一回ちょっと同じに味になるとは思えないけど近づけたらいいなっていうさ、うん、あの時ね、本当ね久しぶりの居酒屋でね美味しかったよね、うん、美味しかったね。見た目はちょっと似てない、うん、ちょっと手に油つけながらあれかな、うん、やった方がいいよね。こうやってさ、うん、どのくらいの大きさ、そんなに大きくなくていいよね。そうだね、こういう感じ、細長く、あ、口に刺さないからいいや、このままで丸く、うん、はい、では焼きましょう。そう、こんな感じで、うん、表面はいい感じ、ね、こうですかね、うん、こんな感じでいい感じだね。ね、一回お皿に開けますね。はい、2回目、3回目で済むかな。で、こんな感じでね、はい、はい、2度目も、はい、OK、はい、3度目、はい、これでラストですね。で、この間にタレ作ります。はい、いきます。はい、醤油、はい、酒、みりんで、小さじで1。はい、以上。あのママがあの唯一覚えてるね、タレの黄金比。もうちょっと時間かかりそうなので、今のうちにこっちもやっちゃおうかな。はい、これ茹でたインゲン、
あの実家でもらいました。私の実家ですね、私の母の方なんですけど、あの家庭菜園やってるので取れたインゲンもらったんですよ。もうちょっとだけ、水分がないから味噌にちょっとしかないじゃん、うん、それで助けるだけ。それ以上入れちゃうと多分味が濃くなっちゃうんで、で、ね、入れごまちょっと戻さないでここから開けちゃう。おりゃーはい、ダブルすりごまも、はい、これで OK。 こっちどうかな、いいね、ほら、はい、いい感じだ ね。じゃあ先に焼いてた分戻します。はい、はい、で、タレ、はい、いきます。で、こう絡めて、はい、こんな感じでどうでしょうかね。はい、はい、じゃあ火止めます。はい、それでは本日のお夕飯です。鶏つくね、レンコン入り。サラダはね、本当にキャベツですけど、これお昼ご飯にあの食べた冷やし中華のきゅうり、はい、余ったんで乗っけときました。で、トマトもちょっとついでに。スープはね、普通にすいません、時間がなかったんで、わかめスープ。こちらが先ほどね、私の実家からいただいてきたインゲンを使ったごまよぼしとかよく言うんだよね、私たちの方のね、うん、地域では。ナスをね、漬けました漬物、はい、うちで作りました。デザートはね、バナナとキウイ切っておきました。はい、ご飯にしましょう。はい、ありがとう。はい、それではいただきまーす。これつくねから。あ、はい、ありがとう。いただきます。はい。うん。あ、美味しいよ。あ、大丈夫？うん。でもさ、この間その食べたさ、居酒屋の味とは違うよね。まあ違うけど、うん、結構美味しいよ。あ、本当に大丈夫、うん、よかった。あのね、プロの味はやっぱりね、そうそう出せるもんじゃないってことですよね。美味しいよこれ。あ、本当に？よかった。ニラ入れたんでね、子供がどう出るかなと思ったんですけど、大丈夫そうですね。うん、はい、じゃあママも一個食べてみたいと思います。うん、あ、うまい。ね、いいでしょう。うん。生姜が効いてない？生姜効いてる。ね。うん。レンコンのシャキシャキ感もやっぱあるね。あるある。思ったより残った。多分ね、あれはね、もっとコリッとしたんでね、軟骨が入ってると思うんですけど、うちの軟骨だけって言ってないんだよね、あまりね。あ、これ食感面白い、ね、うん、いいかも、うん、よかったよかった。で、私たちたまたまね、タレで食べたんで、あの私のいつもね覚えてるこのタレで今回作ったんですけど、もうちょっと多分ね濃かった気がする。だからうちで作ると少し薄いねあの濃さでずっとご飯食べるのはちょっと難しいかも、うんうん、あのお店ではねちゃんと串に刺さってたんですけど、まあ、ちょっと家ではめんどくさいので省略させていただいてます、すいません。この方がね、あのタレかけるとき楽、ね、お店はあのこう串焼きのところでね焼いてるから串の方が楽なんだと思うんですけど、つくねにも種類があって、私たちが食べたやつはなんか超粗挽き、そうだ ね、だからこそこうコリコリ感とかよく分かったんだと思うんですけど、さすがにちょっとねそこまでは私にはちょっとできないと思うんですけど、だって炭火だもんねあ、もう炭火はもうね無理でもとりあえず、ね、バクバク食ってるあのもうね文句の一つも言わないで食べてくれるだけありがたいです大丈夫さ、うん、よかったよかった。あとねゆっくり食べたいと思います。この辺で失礼いたします。バイバーイ。